ヨシア記、十三章。ヨシアは年を重ねて老人になっていた。主は彼に告げられた。あなたは年を重ね老人になった。しかし、占領すべき地は非常にたくさん残っている。残っている地は次の通りである。ペリシテ人の全地域、ゲシュル人の全土、エジプトの東のシホルから、 北はカナン人のものとみなされているエクロンの国境まで、すなわちペリシテ人の五人の領主が支配するガザ人、アシュドデ人、アシュケロン人、ガテ人、エクロン人の地と南のアビム人の地、カナン人の全土とシドン人のメアラ、アモリ人の国境のアヘクまでの地、ゲバル人の地とヘルモン山の麓の バールガドからレボハマテまでのレバノンの日の昇る方の全域。レバノンからミスレホテマイムまでの産地の全住民。すなわちすべてのシドン人。私は彼らをイスラエルの子らの前から追い払う。私があなたに命じた通り、あなたはその地をイスラエルに相続地としてくじで分けよ。今この地を旧部族と マナセの半部族に相続地として割り当てよ。ルベン人とガド人はマナセの残りの半部族と並んでヨルダンの川向こうである東側でモーセが自分たちに与えた相続地を受け取っていた。主の下辺モーセが彼らに与えた通りである。アルノンの渓谷の淵にあるアロエルからその渓谷にある町、またリボンまでの メデバの全大地。ヘシボンで王であったアモリ人の王、シホンのアンモン人との国境までのすべての町。ギルアで、ゲシュル人とマーカ人の領土。ヘルモン山全域。サルカまでのバシャン全域。アスタロテとエデレイで王であったバシャンのオグの王国全域。オグはデファイムの生き残りであった。モーセは彼らを討ち、 追い払ったしかしイスラエルの子らはゲシュル人とマーカ人を追い払わなかったのでゲシュルとマーカはイスラエルのただ中に住んだ今日もそうであるモーセは相続地をレビ部族だけには与えなかった主が約束された通りイスラエルの神主への食物の捧げ物こそが彼らへの譲りの分である。 モーセはルベン部族の諸子族に相続地を与えた。彼らの地域はアルノンの渓谷の淵にあるアロエルから、その渓谷にある町、またメデバの全大地、ヘシュボンと大地にあるすべての町、ディボン、バモテバール、ベテバールメオン、ヤハツ、ケデモテ、メハーテ、キルヤタイム、シブマ、谷間の丘にあるセレテ・ハシャハル。 ベテペオル、ピスガの傾斜地、ベテハエシモテ、大地のすべての町、ヘシボンで王であったアモリ人の王、シフォンの全王国。モーセは、シフォンとその地に住む、シフォンの主張であったミディアンの君主たち、すなわち、エウイ、デケム、ツル、フル、レバを撃った。これらの刺し殺された者に加えて、ベオルの子、占い師バラムを、 イスラエルの子らは剣で殺した。ルベン族の地域はヨルダン川とその地域である。これがルベン族の諸子族の相続地で、その町々とそれらの村々である。モーセはガド部族、すなわちガド族の諸子族に相続地を与えた。彼らの地域はヤゼル、ギルアデのすべての町、アンモン人の地の半分で、 ラバに面するアロエルまで。ヘシュボンからラハテハ・ミツパとベトニムまで。マハナイムからデビルの国境まで。谷間ではベテハ・ラム、ベテ・ニムラ、スコテ、ツアフォン。ヘシュボンの王シホンの王国の残りの地、すなわちヨルダン川とその地域では、ヨルダンの川向こう、東の方、キネレテコの端まで。 これがガド族の諸子族の相続地で、その町々と村々である。モーセはマナセの半部族に相続地を与えた。それはマナセの半部族の諸子族に属する。彼らの地域はマハナイムからバシャン全域、バシャンの王オグの全王国、バシャンのハボテヤイル全域にある六十の町、ギルアデの半分、バシャンのオグの王国の町、 アシュタロテとエデレイ。これらはマナセの子マキルの子孫、すなわちマキル族の半分の諸子族に属する。これらはヨルダンの川向こう、エリコの東側にあるモアブの草原でモーセが割り当てた相続地である。デビブ族にはモーセは相続地を与えなかった。主が彼らに約束された通り、イスラエルの神、主が彼らへの譲りである。